皆さんこんにちは。レック専任講師の岩田です。それでは一級 FP 学科試験対策講座金融資産運用一の講義ユニット一を始めます。はい、えー、それでは今回は金融資産運用の講義を二回にわたりまして進めていきたいと思います。で一、えー、級 FP 技能検定の金融ということですけれども。 一級ではやはり金融資産運用に関しましても非常に高い水準で問題題は出題されますですから合格を目指される皆様はしっかり準備をした上で受験に臨むということが重要です。で金融ではさまざまな景気指標ですとかそれからマーケットに関する知識それだけではなくさまざまな金融商品 貯蓄型商品ですとか債券株式投資信託そして外貨建て商品や金融派生商品こういった金融商品が幅広く出題されるという特徴もあります。そしてポートフォリオ理論などの理論的なところも出題されます。 そして株式の投資指標ですとか財務指標を中心にそれから投資信託債券でも計算問題は特に応用編で多く出題されますけれども基礎編の方でも計算問題は出題されます。 で計算問題はこのインプット講義だけではなく是非過去問をご覧になってこういう問題が出題されているという解き方これをしっかり理解していくということも重要です。1級の試験では幅広く出題されますが過去問で過去を出題された問題それがまた同じ論点が繰り返し出題される。 ですから本試験で出題される範囲が比較的限られているという特徴もあります。ですから今回のこの講義では試験で出題される特に出題されやすいところを中心にその辺のその周辺の知識をしっかり学習していきたいと思います。はいそれではテキストの一ページを開いていただけますでしょうか。 まず第一章の経済指標の基礎知識ですけれどもここではまず経済指標ですね代表的な景気指標 GDP それから景気動向指数そして日銀単価こういった指標を見ていきます。特に一級の試験では GDP それと景気動向指数 が,出題頻度が高くなっております景気動向指数に関しては採用されている現在30個の指標がありますけれども代表的なその指標に関しましてはどういう指標なのかという内容まで出題されるという特徴があります、はい、それででは第一節の GDP 国内総生産です。 で、えー、GDP、えー、これは、えーまあ、あのその国内でですね、えー、一定期間に生産された財やサービスなどの付加価値の総額、えー、これが GDP です。で、えーまあ、GDE という言葉もありますけれども、えー、これは国内総支出、えー、生産面から見た、G、GDP そして、えー、支出面から見た GDE。 そして分配所得面から見た GNGDI と言っておりますけれどもこの3つが等しくなる3面等価の原則がありますのでですから GDP 国内総生産と GDE 国内総支出これはイコールになる GDP の内訳が GDE であるということになります。 でえー、ここで、えーまあ、GDP の内訳ということで、えーまあ、GDP で生産されたそれを、えーまあ、誰が買うのか支出面から見た、えー、GDP は国内需要内需と海外需要外需に分けられますけれども、えー、内需の方はさらに民間需要、えー、民需とそれから公的需要公,公需に、えー、分けられます。 でそれぞれに細かく項目が分けられていますけれどもここでは民間需要の中の民間最終消費支出これが GDP の中で最も大きいウェイトを占める GDP 全体の6割弱を占めるというのを押さえてください。で GDP のうん。 えまあ成長していく、えー、それが経済成長率ですねで、えー、GDP が成長していく、えー、それにはこの GDP の内訳の各項目がどのくらい成長したのか、えー、または中には、えー、まあ縮小するそういう項目もあると思います、えー、1ページの一番下ですけれども、えー、下からえと文章の 2, 2行目ですね ここに「気温」という言葉があります度というのはその GDP が成長するその各内訳の項目それが GDP 全体の変動にどれだけ影響を与えたかを見るこれが度ですそれぞれの各項目が GDP 全体の成長にどのくらい影響を与えてるのかですから各項目の「気温」 これを合計すると GDP 全体の成長率になるというところも押さえてください。はいえー、それでは2ページを開いていただけますでしょうか。えー、3番の GDP ーー、えーまあ、には名目値、えー、それと実質値この2つがあります。 で名目値というのはその時出てきた数字をそのまま公表したものただ名目値というのはだからその物価の上昇下落それの影響を受けるわけですね。その物価の変動を加味して計算し直したものそれが実質値です。 で、えー、まあ名目値から物価の上昇分を引いたものが実質値であると、えー、こういったえまあ簡略化して言うこともありますが、えー、実際には名目 GDP を GDP デフレーターで割ることによって実質 GDP を算出する、えー、GDP デフレーターで割って実質 GDP を算出するということになります。で えー、5番の、えー、実質国民総所得。えー、これは、えー、国民総所得ですので、えー、GNI ですね。えー、まあ GDP は国民総生産。あ失礼しました国内総生産で、えー、GNP というのは国民総生産。 もうずいぶん前、1990年代から国際化に伴って中心的な指標は GNI から GDP、GNP から GDP に変更されております。ですから現在まあ GDP 国内総生産こちらの方が中心なんですけれども、GNI に関しましては GDP ではなく GNI。 これは国民の分配所得面から見たものですね GNI で見るというの, G いうのは実質 GDP に公益利得それと海外からの所得の準受け取りを足したものそれが実質 GNI となっております。 はいそれでは3ページを開いていただけますでしょうか。第節の景気動向指数です景気動向指数これは内閣府が毎月作成して公表しているそのような景気指標です。で景気動向指数ではまず 景気 CI コンポジットインデックス、それと DI ディフュージョンインデックス、この二つのまあ指数が公表されている。で、CI とは何か、それから DI とは何か、これを押さえてください。で、テキストの三三ページ本文の四行目にありますけれども、まあ CI コンポジットインデックス これは景気の各経済部門への波及の度合い波及度を把握するためのものそして DI ディフュージョンインデックスはあ、失礼しました CI ですけれども景気変動の大きさやテンポ量感を示すもので、DI 景気の各経済部門への波及の度合い波及度を把握するもの この2つそれぞれどういう指標なのかというのを押さえていただければと思います。この CI は景気変動の大きさやテンポ良感を示すものであるそれから DI は景気の各経済部門への波及の度合い波及度を把握するためのものであるこのそれぞれの説明はこれは内閣府のホームページ等でもこのように説明しているわけです。 1>, で1級の試験でもこの CI と DI の説明が逆になって丸か,か×かこのような問題が出題されることもあります。でこの CI と DI の違いこれはしっかり押さえていただければと思います。CI と DI とは、まあ、あの同じ 指標さまざまな経済指標等が採用されている、えー、同じえー、まあ、系列の指標を使って算出をしますえー、まあ、現在30個のえー、指標が採用されておりますえー、その30個に関しましては5ページに、えー、先行系列一致系列遅行系列ということで、えー、3つに分けて記載してあります で30個のこの系列を3ページに戻りまして先行系列一致系列地行系列この3つに分けるんだと。で先行系列というのは景気に先立って動く指標一致系列は景気と同じタイミングで動く指標地行系列は景気に遅れて動く指標ですね。 で一般的には現在足元の景気はどうなっているんだということで一致系列に採用されている10個の指標これを使って DI や CI を算出してみていくというのが一般的です。でまず DI の方ですけれども3ページの真ん中に DI の計算式とありますが。 1>, えまあ1系列ですとえ現在10個の指標ですね、えー、その10個の指標がえ3か月前とえまあ比較してプラスにえ推移しているのか、えー、それから横ばいなのか、えー、またはマイナスに推移しているのか、えー、プラスの指標を1とカウントして横ばいの指標を0.5とカウントされします。 で採用されている、まあ、公表された指標の数で割ることによって、DI、を計算することができますですから採用されている10個全ての指標が3か月前と比べてプラスに推移しているこの場合は DI は100%ですね。 で、えー、まあ10個の指標をすべてがマイナスに推移している、えー、マイナスの指標はカウントしませんこの場合は DI は0%、えー、ですから DI というのは、えー、まあ100%と0%の間をこう推移していく、えー、ということになりますで、えー、この DI による景気判断ですけれども。 はい、えー、テキストの四ページを開いていただけますでしょうか。えー、DI による景気判断は、えー、DI 五十パーセントを基準として見ていく、えー、ということになります。えー、DI が五十パーセントを上回っている、えー、これが景気の拡張局面。えー、DI が五十パーセントを下回っている。 これが景気の交代局面となります。で、このように DI がずっと推移をしていく。で、50%ラインを下から上に横切る。これが景気の谷ですね。で、50%ラインを上から下に横切る。これが景気の山です。で、下から上に横切る。これが景気の谷。 でこの景気の谷ですとか山これを基準日付と呼んでおりますで景気の谷から山を経て谷に至るこれが景気の一循環ですで、まあ、この景気循環景気の一循環というのは景気の谷から山を経て谷に至る で現在はせ、えー、戦後、えー、17循環目ですね。で第16循環の景気の谷、えー、これが、えーまあ、今、えー、暫定値ですけれども2020年5月、えー、ここが景気の谷であった、えー、ということになっております。で、えー、この基準日付の判定ですけれども。 えまあ内閣府の景気動向指数研究会などでえ議論されてえ経済社会総合研究所長がえ設定するとでこれはえとかなりこの景気の谷だったら景気の谷を過ぎてからあかったあの時が谷だったとそういうえ判断になります。でそのえ基準日付を設定する判定するという時ですね。 ここでヒストリカル DI という言葉がありますこのヒストリカル DI を使って基準日付の判断を行って設定するこれを押さえてくださいヒストリカル DI って何かと言いますとまあの1系列ですと10個の指標があるわけですけれども それぞれの指標はこうバラバラにま上がったり下がったりしていくわけです。一つの指標を見ても景気の谷から景気の山に至るまでこう上がったり下がったりこう動いていって一本調子で進んでいくわけではないわけですね。でこれだとちょっと判断しにくいということでヒストリカル DI というのは のの谷から景気の山に至る、えー、それをまあ一直線で、えー、こう滑らかな、えー、まあ曲線で推移をしたと見なして、えー、判断判定をする、えー、これがヒストリカル DI このヒストリカル DI を使って、えー、基準日付を判定する、えー、ヒストリカル DI という言葉これも押さえてください。 はいで、4ページの2番の CI ですけれども、まあ、こちらの方が現在は景気動向指数では中心的な指標です。でこの CI ですけれどもこれは、まあ、あの採用されている系列一、まあ、系列でしたら10個の指標があります。それのの前月比の変更 変化量それを合成してま算出をしておりますですから DI のように簡単な計算式があるというわけではないです変化量ですから CI を見ることによって景気変動の大きさやテンポ 景気が拡張にしているにしてもどういう勢いで景気が拡張しているのかというその変動の大きさやテンポを量感ですねそれを見ることができるこのような指標です。でまあ景気 DI では景気拡張局面と後退局面この局面の判断ですね DI による拡張面ではね。 まあ C.I も基調として前月と比べてまあ上昇するまあ概ね一致するという傾向があります。はいそれでは5ページを開いていただけますでしょうか。景気動向指数に採用されている指標です。 えーまあ、現在は先行系列が11 1系列が10位行、えー、系列が9、えー、合計でこれを全部覚えるということではなくですね、えー、代表的な指標を中心に押さえていただければと思います。 えー、例えば先行系列ですと、えー、丸1の最終需要財・在庫率指数ですとか、えー、丸2の高工業用生産材在庫率指数、うんえー、それから丸6の消費者態度指数、うんえー、これ消費動向調査によるものですね。 それから一致系列ですと二の高工業用生産材出荷指数三の耐久消費材出荷指数こういったところが出題頻度が高いです。であとあの雇用に関する指標も、まあ、出題頻度は高くなっております。例えば一、ね、系列の ええー、丸九の有効求人倍率、えー、それから遅行系列ではええー、丸六の完全失業率、えー、こういった雇用に関するえー、指標、えー、こういったところも押さえていただければと思います。で、えー、指標に関しては、えー、テキストのうんと。 ちょっと後ろの方を進んでいただきまして10ページ11ページそれから12ページにそれぞれの代表的な指標どういった指標なのかということをまとめております。で11ページですけれどもかっ2の企業の設備投資関連でうん。 えー、機械受注統計ですとか稼働率指数ですとか高工業指数、えー、とありますけれども、えー、この中で高工業指数、えー、高工業、えー、生産指数、えーまあ、これが非常にあの出題頻度高いです。一級の試験では 景気動向指数に採用されている経済指標景気指標とはどういうものがありますかまたはこの指標はどういう内容ですかというような形で出題されます。で5ページも一緒に見ながらちょっと聞いていただきたいと思いますけれども。 えー、先行系列では二の高工業用生産材在庫率指数、えー、高工業指数の中の、えーまあ、在庫率指数、えー、そして一致系列では二の高工業用生産材出荷指数が採用されています。で、えー、先行系列の二の高工業用生産材在庫率指数ですけれども。 これはまあ企業が今後の景気の先行きを見越した上えで在庫の調整そして生産をするわけですね。で景気がよくなると在庫は少なくなるどん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 出荷をしていく。 ですからまあ、先行系列では鉱工業用生産材在庫率指数のま逆数が採用されておりますで、一致系列の丸 ② 鉱工業用生産材出荷指数この出荷というのは景気,景気とおおむね一致して出荷されるまあ、売上げになる売れていくということですので一系列に採用されているこういったところを押さえてください で11ページの,の表の,の個人消費関連ですけれどもここでは消費動向調査でこれ内閣府が毎月実施してその結果を公表しているそういうい経済指標です消費者の暮らし向きですとか収入の増え方ですとかそういった意識ですね うんえー、まあ耐久消費財の買い時ですとかそういう消費者の意識、えー、これを把握するためにアンケート調査を行うで、えー、まあ5段階で評価をしてもらってそれを回収するわけですけれども、えー、その結果を消費者態度指数先行系列に採用されている指標です消費者態度指数としして公表します。 で消費者態度指数は、まあ、指数の値が50以上であれば良好であるこういった判断になります。でテキストの12ページを開いてください新規求人数ですこの新規求人数と有効求人倍率。 あとは完全失業率こういったところがま景気動向指数にも採用されていてま雇用を守るとこれは非常に政策としても重要ですですから試験でも出題されやすいですで、ま新規求人数というのは公共職業安定省ハローワークが新たに受け付けた求人数の合計ですね で有効求人倍率これは厚生労働省が毎月公表している指標でやはり公共職業安定所ハローワークで申し込まれている有,職有効求職者数に対する有効求人数ですから求求人を求職でで割ったものですね有効求職者数に対する有効求人数の割合。 で有効求人倍率はですから給食分の求人ですので倍率を一応上回っていればまあ求人ニーズの方が多いという判断になります。完全失業率これは総務省が公表しております。労働力調査で発表する労働力人口これは満十五歳以上で就業者 と完全失業者の総数、これが労働力人口、労働力人口に占める完全失業者の割合、それが完全失業率となります。こういったまあ代表的な指標ですね。それをしっかり押さえていただければと思います。はい、それではテキストの六ページを開いていただけますでしょうか。 日銀短観、全国企業短期経済観測調査です。これはまあ日本銀行が年4回まあ公表しているそういった指標です。で、日銀短観は業況判断 DI の数値で公表されますけれども、これもまあアンケート調査ですね。全国の1万社程度の企業に対してアンケート調査を行う。 で業況が良いと回答した企業の割合から悪いと回答した企業の割合を引いたものそれが業況判断 DI で,すでまあ一級ならではの出題ということでいえば対象となる企業の分類です。テキストの6ページのうんと3段落目ですけれども。 調査対象企業は総務省の日本標準産業分類をベースとして業種別に調査を行うと。で製造業・非製造業ですね製造業だけでなく非製造業に対しても調査を行っているわけですが。 対象企業の規模によって区分していると、その規模ここが出題されることも結構多いんです。で、規模による区分では、資本金十億円以上が大企業、一億円以上十億円未満が中堅企業、二千万円以上一億円未満が中小企業、このように三分類して調査をしている。 ですから資本金が2000万円未満の企業というのは、えー、まあ日銀短観ではえ調査の対象外えということになるわけです。はい。はいえー、それでは、うんえー、7ページですけれども、えー、下の方、えー、まあ物価指数ですね。えー、物価を見るえ指標です。 1>, えー、括弧1の企業物価指数それから括弧2の消費者物価指数、えー、この2つの指数が代表的な、えー、物価指標になります。で、えー、企業物価指数これは企業間取引ですとか貿易取引における商品価格ものの価格ですね、えー、商品価格の変動を捉えた指標である。で8ページの、えー、消費者物価指数 これは、まあ、消費者ですね、まあ、我々最終購入者家計の財物だけではなくサービスの価格も含めてその物価の変動を時系列に測定したものこれが消費者物価指数です。 家計の消費に関わるものですのでどういう品目それからサービスが対象になるかというのは全部決められているわけですけれども消費に関わるものですから直接税ですないそれから有価証券の購入株を買ったですとかねそれから土地住宅の購入 これは貯蓄及び財産購入のための支出ですのでこれも調査の対象にはならないですで、採用されている調査対象のそういった品目それすべてを対象にしたものが総合指数ですねこれがですからあの消費者物価指数の中でも一番大きい指標なんですけれどもただあの。 生鮮食料品というのは、えー、のそのそのその年その年の天候による作柄の違いなどで価格変動が大きいです。えー、ですから生鮮食料品を除外した指数、えー、これを用いる、えー、コア指数と言いますけれども、えー、コア指数を用いるのが、えー、まあ一番一般的です。で、えー、それに加えて即中に これ、まあ、いわゆるコアコア指数と呼んでいるんですけれども、えー、エネルギー価格これは海外の要因で変動していく、えー、ですから、えー、生鮮食料品とエネルギー、えー、価格を除外する、えー、これをコアコア指数、えー、と呼んだりしております。はいはいえー、それでででは、えー、ここまでで えまあ景気指標それからえ物価指数ですねを説明をしました、えー、時間になりましたのでえこれでユニット1を終わります。